こんにちは。ついにやってきましたよ。おー、何がやってきたんですか。ゆいちゃんがついに CD デビューしまーす。もちろんですね、奈良節さんも一緒に歌いまーす。いいよ、いや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 。ということでですね、もう何年も前から言ってたんですけども、神尾 TV の音楽活動はついに本格活動をしますということで。何やるの。まあ、サブチャンネルの方ではですね、すでにまあその辺の予告動画みたいなの撮らせてもらったんですけど、こちらメインでもちょっといよいよやっていこうかなということなんですけども、まあ音楽活動ね、ずっとやりたいって言って、まあそうそう、もうコロナもちょっとまあ収まってきたということで、始めようかな、ライブもできるかなっていうことなんですけど、じゃあいざ始めようと思った時にですね、一つ大問題があったんです。大問題か。というのもですね、まあ僕もともと音楽やったんですけども、まあ簡単に言ったら僕も10年ぐらい前なんで、まあ最初のね音楽業界のことも分かりません。分かるね。ということでですね、これはちょっと僕だけでは力不足だということで、なんでな、プロの方に力を借りようじゃないかということで、今回はですね、この神尾 TV 音楽活動のもう総合プロデューサーとしてすごい方を、秋元康さんのもう関係者よぐらいすごい人を呼んでますんでですね、ちょっと紹介させていただきたいという動画になっております。ではその本題に入る前に、それだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください。今まで神尾 TV ではコロナについて日本のマスコミが報道しない情報とかですね、やばすぎる裏話なんかやったんですけども、それやったらダメということで YouTube さんにめちゃくちゃ怒られました。なんですよ。そして今 YouTube のルールでテレビで言ってるような話しかしたらダメ、反対意見などは一切禁止というね、ある意味言論統制ができてしまいました。そのためコロナについて自由に発言できなくなったので、今別の動画サイトで最新情報をお届けしています。はい、実は YouTube では内容がやばすぎて消されてしまった動画もいくつもあるんですが、そちらの動画サイトで復活させています。すで、に新作動画が40本以上ありまして、 YouTube で言えない裏話を思いっきりやりまくってます。はい、こちらはメルマガでのみ動画見る方法をお知らせしています。YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにもまだの方はぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っておりま す。お願いします。もちろん被災費用はかかりません。完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしい内容です。特に女性の方は必ず一度は見てもらいたい情報となっております。はい、ちょっと面倒くさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。それでは登場していただきましょう。いやあれですよ、すみません、りょうさん上げすぎです。多分リスナーの方というか視聴者の方は、誰やねんってなってますから今。あ、そうです。じゃあもうね、まあ、名前も言ってやん、しゃべださんとか。あの素人なんですよ。すみません。ジルコニアっていうバンドのカツオさんです。おー、ジルコニア、あのジルコニアですか。あのジルコニアの、あのですよね、本当にね。はい、はじめまして、カツオです。じゃあちょっとね、カツオ、カメオティ見てくださってる方は、カツオさんって誰やねんっていう方もいるかもしれませんので、まあそんな人はほとんどいないと思うんですけども、上げすぎ上げすぎ、出にくい出にくい。ツッコミうまいね。関西の出身なんで分かりますね。カツオさんの、ね、プロフィールというか、もう素晴らしい経歴をご紹介させていただきたいと思います。お願いします。ジルコニアというバンドでですね、もうこれはもう関西トップクラスの、ね、バンドですよね。もう僕が音楽始めた10年ぐらい前からもうずっとトップ、大阪四天王とか言われてますから。かっこいい。あとの天皇誰だ。俺も聞いたことないですけど、まあ長いですね。長いです。ジルコニア長いです、はい、しかもソニーとかね、ソニーからメジャーデビューされて、デビューされた2011年ね、メジャーアーティストですよ。その後AMX からもメジャーデビュー、1回失敗しとるやん、2回も失敗してるやんみたいになってますやん。いやでも2回メジャーデビューしててもありそうだな。いや、ほんまにありがたいです。すごいですよ、めちゃくちゃ。ほんまにありがたい。そうやって AMX とかからデビューしようっていうふうに、ね、しかもね、AMX からデビューした時、もう結構、ね、年齢いってた時やのに、そうですね、メジャーデビューするって話聞いた時、僕めっちゃすごいなと思って。2回目って聞いたことないし、ね、もう聞いたことないくらい。しかもソニー、AMX っていうもうビッグレコード会社なのね。そうですね、今40歳から、そうやね、40歳は
ごめんなさい何言ってんねん、37歳の時ですね、うん、37歳の時に2回目のデビューが決まって、うん、まあ37って結構いい年じゃないですか、はいはいはい、だから言うたら希望を持てるんちゃうかなと思ってね、うん、音楽やってる方の年だね、はい、なるほどなるほど、はい、そんな感じです。緊張してます？あ、緊張してます。いや、もちろんですよ。前よりいや、もうあの、ふわふわしてますよ。僕らはるかに芸能界長いでしょ。芸能界全然ちゃうでしょ。ねえ、まあ、ただ YouTube でビビったから今日はでも僕のこと知らん人多いと思うから、あ、そうですね、だからすごいそういう意味でめっちゃ緊張しますね。そういう意味で久しぶりのアウェーというか、そんな感じですか。むちゃくちゃ、ね、アウェーですよね。ライブだったらもうファンの方はね来てくれるとしてもね、はい、アウェーなかなか久しぶりかもしれないですね。そうですね。で、まあ、曲作曲家としてもすごい方でですよね、はい、NMB48 の NMB48 のちょっと言いにくい噛まずに言うのは難しいよねM と M やね、 M と M の NMB の48のですね曲を作曲されてまして、その曲なんとオリコン1。すごい、作曲家なんですね。そうなんです、作曲家もやっておられるってことね、はい、他にも SKE48 にも曲書いたりとか、 SKE48、ナンバと名古屋ね。ちょっと知ってます？いや、わかんないですでもオリコン1位ってことはもうすごいですよ。NNB のだってだってだってって曲です。だってだってちょっと歌ってみてください、サリオ。だってだってだってなんだもん。あ、でもちょっと似てるね。いや、そうだよ、9割は合ってましたもん。どうなんだ、びっくりした俺、うん、何でもやらされる最近さらにそういうね、音楽活、はい、作曲家としてもすごく活躍されてまして、まあだって今きらめくトップアイドルで曲書いてますからね、うん、だから秋元さんですよ、だから作詞秋元さんですよね。ああ、そうですね、ああ作詞は秋元康さんで、あの、まあ、作曲は加藤さんで、はい、すごい、はい、すごいですよ。すごいですね、うん、もう人勢はすごい、ね、その話はちょっと後で、ね、ですね、なるほどね、うん、さらにですね、最近は映画のプロデューサーをやっておられるということで、あ、そうっす、これ言っていいんですか、ね、あ、もう大丈夫です、はい、機械タクシーっていうね、お、怪奇タクシーごめんなさい、これ使うやつ、いや、もう、まあ、怪奇タクシーというね、はい、アインシュタインの稲田さんが主演で出られる、はい、稲田さんが、うん、稲ちゃん、もう、まあ、キャスト発表されてて見たら、早々たるメンバーが出てる、うん、映画のなぜかプロデューサーが、うん、すごい、なんでなんすかね、はい、こちらに映画の、だから映画関係者ですね、映画、もうそうですよ、だって普通にプロデューサーのとこに加藤さんの名前書いてますから、すごい、うん、プロデューサーって儲かるんちゃいますいやー、あれですよ、裏側を言うと、まあ、後で、後で、お金の話は後でも。というわけで、もう実力、もう僕たちの音楽活動をね、サポートしてもらうのは、これ以上の人材ということで、ちょっとお願いさせてもらおうかなというのはあったんですけども、もともとですね、僕は先ほども言いましたけど、ミュージシャンやってまして、まあ、音楽業界も端の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 端にいたんですけども、まあ、それがね、もうすでに10年以上前なんで、うん、ちょっとね、プロレベルと最新の音楽業界のことはもう全然分かれてません、はい、まだもちろん実績的にも全然力不足です、うん、ということになった時にですね、じゃあもう音楽活動やるのは誰がいいかなと思ったら、もうその瞬間にカツオさんが出てきて、ちょっとまあ断られるかな、最近ちょっとでも有名になったから、うん、もう僕みたいな相手にしてもらえへんかなと思って、もう売れてるからちょっと調子乗ってるかなと思って、調子乗ってないから言ったことは一人もないですから、はい、僕らみたいな下っ端のことは忘れたんかなと思って LINE させてもらったんですね。すごい丁寧にやらして一緒にやりましょ う, いや、ただね、どちらかというと僕から多分先にやったんですよ、はい、りょうさんお元気ですかと、はい、そうそう、神尾テレビ見てますよと、マジっすか、はい、っていうことで、うん、ね、連絡させてもらって、ちょっと久しぶりにご飯行きましょうっていうのがきっかけですね。まあね、コロナ禍になって、まあ、なかなか会えないってあったんですけど、うん、はい、うん、そう、うん、で、まあ、断れるかなと思って言ってみたら全然やってくれたということで、うん、やりましょうなったってことですね。すごい、なんかハートウォーミングな話ですね。もともとはですね、僕がバンドやった時代に、うん、僕らのバンドベースとかドラムがいなかった、ベースがいな、ベースとかドラムがいなかった時代とかあったので、うん、その時に勝田さんベース弾いてはるんですけども、はい、まあ、サポートとして入ってもらったのがきっかけでやっております。ちょっとバンドのメンバーみたいな、うん、あ、そうです、一緒にやってた時もあったわけですよね。そう、そういうことです、はい、そうなんだ、と一緒にね、広島とか東京とか、うん、行きましたね、いろいろ行きましたよね、なんか
ね、騙されましたよね。騙されたね、打ち上げでね、打ち上げで東京でぼったくられたりとかもうライブよりそっちの印象が強くてもうほんまにね、歌舞伎町でぼったくそうそうそうこんなことあるんやと若き日の話ですよ、すごく若き日の話ですけど、ね、まあ、そんな、はい、一緒にぼったくられたり一緒にライブしたりしたメンバーということで、はいはい、なるほど、ぼったくられたりそうなんですよ、入りの新幹線みんな無言でしたよはい、ちょっと音も喋らずに、はい、そういう時ってありますよね、あるんですよ、うん、はい、まあ今だから楽しい、まあ、そうですね、うん、その時はもう入るな年齢的には勝男さん僕は1個上なんですけど、はい、まあ、年上なんですけども音楽業界って言ったらもう大先輩なんで、うん、僕からさ、うん、もうすごい若い子やっておられますしね、なるほど、だからすごい、まあ、僕が音楽始めた頃からジェルコニアの勝男さんで僕してたぐらいなんで、うん、最初会った時もうすごい先輩で怖かったらどうしようと、うんうん、まあボーカルは怖がられますよね壊しちゃったらどうしようって思ったらですね、めちゃくちゃ優しくていい人で、うん、いや、こんな感じで、いや、ジェルコニア2人ともええやつですよ、そうですよね、ジェルコニア2人、はい、2人で、そうですね、はい、うん、すごくいい人でこうやって打ち解けて、うん、まあ一緒にやらせてもらうことになって、うん、ちょっとあい、まあ、間空いて今回また新プロジェクトで一緒にやらせてもらおうかなというのが、いや嬉しいです、思い出していただいて、まあ、僕は作曲、まあ、メロディーメーカーなんですけど、うん、まあ、アレンジはできないんで、アレン、まあ、それこそ、秋元さんと一緒にやるときはもう、うん、長野っていうね、う、それこそ、AAA の、うん、ライフっていうね、うん、レコード大賞になった曲を書いた人が、うんうん、まあアレンジに入ってくれるということで、ジャニーズとかもやってますかね、あ、そうですね、ジャニーズウエストさんとかね、はい、ちょっと待って、うん、ゆいちゃん大丈夫これ、これだって俺らというかゆいちゃんの話やで、こんなだってとかそのトリプル A 日本一位とか、いや今トリプル A 言うとかトリプル A だ、トリプル A 知ってます、なんか聞いたことある、 A3 つあるんですよあれですよ、ワールドトリガーの、そう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 、うん、でしょ、知ってますよ、レコード大賞取った人とか、あと NNB のアイドルとか、うん、ジャニーズとか、そんなんやってる人がゆいちゃんの曲をなんかやってくれるみたいよ、えらいことやねこれでも一緒にですよ、僕はよっていうちゃんと作るんで、ようか平か知らんけど、いいよっていうやつ、ね、まあ、それ勝男さんだけじゃなくて長野さんっていうすごい方も、ね、ほんまに先ほども電話して、あの OK もらったんで長野、はい、すごい、はい、いやもう勝男さんに長野さん、あ、そうだよ、切った方で失礼します言うてる場合か、ノリのいい先輩ね、体張ってきましたからトークめっちゃうまいじゃないですか、いや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 、さすがやわ、もういやいや、もうよう言いますわ、うん、もうね、これいつ使おうかな思ってね、はい、大丈夫大丈夫です、はい、優しさもあり、よかったよかった、はい、ね、というわけで逆にカツオさんから僕らに聞きたいこととか、長野さん、ゆいちゃん、カツオさんに聞きたいこととかちょっとね、うん、ちょっと打ち解けてもらおうかなっていう、まあそうですね、せっかくなんで、うん、うん、ちょっと、うん、まあ、うん、ごめんなさい、なんかかぶってもうて、いやいや、かぶってもうて、ああ、かぶってるけど、ゆいちゃん、ね、ゆいちゃんの笑い声いいっすよね、あのさっきの待合室でもゆいちゃんの笑い声しか聞こえてこないから、ね、よう声通るなぁ思って、あーそういうとこ見てるんだ、さすがにボーカルに持ってこいやな、いやどうしましょう、ね、やっぱり声とか音を聞くんですね、あそうっすね、なんか気になりますよね、なるほど、ええ、こうやって、うん、よかったね、だって頑張ります、ミュージシャンの人はこういう会話のリズムでリズム感なんか分かるらしいですからね、あ、そうなの、うん、ね、なんかごめんなさい、僕全然リズム感ないんですよでリズム感いる、はい、すいません、はい、もう何でも聞いちゃってください、加藤さん、正確なんで、はい、うん、なんかありますか、これの話聞いちゃっても、うん、あ、ほんまや、ほんまやみんな聞きたいもん、だって、うん、ね、なんか、俺今日1位、NNB 書いてる人の話なんて、そうの聞けない、まあ、裏側ですからね、これはね、裏側、そうですね、大裏の話ね、聞きましょうか、じゃあ僕は代わりに、聞いてくださいよ、
印税いくら？ドストレート。めちゃめちゃ直球だね。というのもですね、というのもですね、まあ、僕らも昔教会出て、はい、そのから僕らも一曲カラオケに入ってるんですけど、未だに印税来るんですよ。すごい。3ヶ月に1回ですよね。あ、そう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 、はい。僕は日本テレビさんにあの出版社預けてるんですけど、あ、すごい。3ヶ月に1回、今でも61円入ってる。え、すごっ。そうだ。だってまあ。誰も僕らの曲なんてまあ知らないじゃないですか。でも誰か歌ってくれてるのか、まあただ入ってるだけかちょっと分かんないんですけど、うん、3ヶ月に1回61円それすごいっすね。50円から60円入ってくるんですよ。でももう一回言いますけど、僕らの曲なんか誰も知らないレベルで61円入ってくるんですよ。これオリコン1位やったら、お前ら例何個つくねん、例何個つくねん、大変大変。ただその前に一つ言うと、うん、ジュルコニアで入ってくるのが2円ぐらいですね、うん、負けましたね、アンクシーズに。はい、ボケですやん。あなんや、2円先輩のボケですやん。いやいやいや、あ、笑うとこやらない。まあ一旦ボケとかだからな。はい、まあ、うん、オリコン1位でしょ。だって何30万枚ぐらい売ったんですかね。30万は言ってないですけど、まあ、23万ぐらいか、うん、23、24ぐらいですかね。もう一個、はい、もうかね、印税っていうのはほぼ法律で決まってるんで、ね、作曲印税って大体 1.5% か 2% なんですよ、はい、ってことはそれに千何歩かけて計算したら、まあ数百万から軽く入ってくるわけですよ、まあ、3ヶ月に1回な。一応言うとくと、カラオケにも歌われるわ、ファンの人は歌うから歌われるわ、テレビで歌うたびにもガッポガッポ入ってくるわ、ですから、はい、まあ、一応言うとくと、さっきも出てきた長野と2人で、うん、あ、作曲編曲で出してるって、うん、ああ、なるほど、なるほど、はい、だから2人名義で、ね、あ、まあ折半なんですよ、はい、ですが、うん、ですがね、はい、まあ裏側ですよね。そうそうそう、まあ、まあ、P とかあれですか、あのうちは P なんかないんです。マジですか。そんな技術誰も持ってない。ただね、あの技術の話、まあ、そう、数字で言うとなかなかこう、うん、ね、ダメやと思うんで、ね、なかなかマジで、あの夢ないです。はい、作家ほんまに夢ないのよ。で、これから音楽目指す若者に夢がないと、はい、あの作曲家はやめといた方がいいかな。作詞の方がいいんですか。いや、あ、おそらくはね、秋元先生がたっぷりもそこはよいわんすけど、これ法律では 6% って決まってるんです、うん、印税はね。これ僕絶対決まってるんです、はい、で、音楽出版社と作詞家と作曲家で分けるんですけど、この配分は自由契約なんで。なるほど。だいたい音楽出版社が半分持っていくんです。 3% は出版社が持っていって、残り 3% をね、サックス作曲家で分けるんですけど、まあもちろん経歴がある方がちょっと乗ったりはするから、うん、はいはい、必ずしも半々ではないので、うん、まあもちろんね、秋元先生はもう当然業界のトップだから、うんうん、ある程度取るとしても、うん、だいぶ取っちゃったのかな。言っちゃったね。え、どんな、言っちゃった97% ぐらい取ったってことですか。いや、96かな。いや、でもほんまにね、うん、まあ、作曲家目指してる方ね、うん、あの、このこんなことを夢のない話をしてもいいのかっていうことも、うん、ことはちょっとね、どうなんやろ。いいのかな。現実は大事ですよ。大事です。ちゃんと伝えた方がいいですよ、ね、え、でもジャニーズとか結構取れもらってた。あ、そうですね、長野のそのジャニーズ書いた時の、まあ、印税をちらっと聞いたんですけど、うんうん、あの、そうですね、もうベース僕捨てようかな思って。マジでもう夢やった。なんかちょっと投げました、ベースをちょっと気使ってケースを入れておきます。じゃあ案件によりけれど、案件に、まあ言うかもしれへんな。それもう秋元さんが悪いみたいな。言ってないよ、一言は言ってない。でも秋元さんとは仕事してあかんっていうこと。こら。まあでも、あの、言うたら、まあ長野と折半ですけども、うん、あの、一応、まあ表題曲っていうことで、うん、まあ、23万枚売れて、はいはい、あの、まあそうやな、まあ一人暮らしで、まあ2ヶ月ぐらい何もせえへんくても、あの、ご飯食べれるかなぐらいです。カツオさんセレブだから。あー、セレブの2ヶ月。そうそう、セレブの2ヶ月。そうですね、俺飛行機しか乗らないんで。あの、はい、一般の男子じゃなくて、セレブな人が2ヶ月過ごせるぐらい、一人暮らしな。なるほど、なるほど。海バーン。あ、そうそうそう、海バーン。タワーマンション、ドーンみたいな。フェラーリ、ゴーみたいな。やったらいいんですけどね、本当にね。そうね。違う。まあ、違う。
まあまあそんな感じですよ、うん、まあまあそう、まあ2ヶ月ぐらい、うん、まあ何もこうバイトもせずに飯食えるかなと、うん、うん、っていう感じです。中古車は買えますよね。軽トラ行けるかも。探せば探せば。いやでもそんくらいやってことや。いやそうです、まあ亮さんね音楽やってはったか分かると思うんですけど、うんうん、あの一発目の印税がガンって上がってそっからこう下がっていくんですよ。売り上げがある、はい、CD はね、うん、だから一発目の印税がもうほんまにもうもうそこだけなんですよ言うたら。うーん、でもカラオケ印税があるでしょ。テレビアシアの印税わかりますけど、僕らのバンドでも未だにもうやめて10年経つけど、うん、毎3ヶ月以下61円入ってくるから、誰か歌ってるってことですよね。うん、もう誰も歌ってんの。ちょっと感謝状これに行きましょうかね。実は毎日カラオケ行って歌ってるあれかな。やっぱりこれも行きますもんね。めっちゃあれね。カラオケそれしか流してない。いやそうなんですよ、うん、まあまあまあでもね、まあそれ NMB をね、うん、書かせてもらったから、うん、まあこうやって亮さんの話いただいたりとか、うん、まあ次にねつながるね、はいはい、きっかけにはなったんでね、映画とかね、ああまあもちろんそうですね、うんうんうん、まあ加藤さんプロやから面白おかしく言ってくれてるだけでね、うん、ちゃんともらってますから。なるほどなるほど。そうだから皆さんねぜひあの秋元さんのコンペには参加するようにねよろしくお願いします、はい、お邪魔くさい。はい、今回ね、うん、再開しましょう。はい、お願いします。そして秋元さんもし見てはったらもう一曲僕の曲ね、あの一曲あるんで、あのぜひ使ってください。よろしくお願いします。あのキープにはしてくださるんですよ。おーおーおー、へー、結構キープで撮られてるんですよね。そうそう、だからすごく気に入られてるってことです。あ、まあありがたいことにね、キープにはっていうことはその曲他では使われへんってこと。そうなんですよ。こらこらこらね、それこっち回してって言ってるんだ。秋元先生、俺会ったことないけど。会ったことない。会ったことないよ。会ったことないけど、うん、ええ人やで。で、うん、あ、お忙しい。あ、お忙しいからね。はい、はいはい、そうそう。楽しい楽しい。楽しい、大丈夫。たまに見せる優しい。今まで大丈夫。大丈夫です、大丈夫です。ここまで大丈夫。はい、大丈夫です。そういうメンタルも含めてプロデュースしてくれる。お、素晴らしい。気が使う人いなかったね。いなかった。というわけで本格的にレコーディングもするから、はい、あのよくドラマとかで見るあのブースに入って歌うんですよ。いいっすね、あのよく見るあれですか。いいっすね。加藤さんも歌うんですか。おいる。歌はあかん下手ですよ。あ、そうなんですね。なんかでベースいたらもう世界一です。あー、ベースで歌わせたら全く思ってないことやめてもらっていいですか。あ、日本一、うん、日本で98番目ぐらいかな、うん、おー、けっ。 あ、 あ、なるほど、そういう時に使うんや。東大阪1位じゃん。市場なんて1かな。あそうです。まあでも大阪城ホールとか弾いてますよね。大阪城ホールは実はあれコーラスで出たんですよ。歌ってね。あのベース弾かせ弾かせ思ったけど。でも小袋さんのバックとかも弾いてます、ね。ああ、まあそうですね。すごい、はい、もう実力は確かに。まあ YouTube なんか上がってますね。おお、はい、はい。あとライブももちろんしますから。うん、人前で歌うってことですよ。ほんまにするんですか。うん、はい。ここまでカツオさんに入ってもらってこの話が流れるわけない。寂しいみたいになってる。今日の道場もなくせなくせや。ドン出てきてたけど。そう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 。ドン出てきてたけどおっちゃんやん。そう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 。急におっさんだみたいな。あとね、当然ミュージックビデオ撮影とか。うん、いいね。演技も。いや、いいっすね。おお。そんな時に映画プロデューサーが役立つっていうことですよね。ああ、そうかもしれない。ね、映像関係は。加藤さん、YouTuber お金だけはあるんですよ。いいっすね。俺言うてみたいわ。あと投資家お金だけあるんで言うてみたい。予算はかけれますから。いいっすね。ちょっと行きましょう。あのどこ行く。ドバイ行きましょう。ドバイ。ドバイでイブビートですね。全額保険です。行きましょう行きましょう。勝負だ。まあこれなんかこう聞きたいこととか。聞きたいことですか。うんうんうん、ないんかい。いや、まだちょっと疑ってますからね。まだちょっとあのちょっ
と詐欺師の匂いするから。分かる分かる分かるよ、ほんまに分かるよ。あの人歌うんか出すんかってね、あるし、この人ただの役者かもしれない。そう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 、売れてない役者も完全に来てドッキリかもしれない。ほんまや、なんかちょっとレコーディングとかまでして、なんか立ったらとかまだちょっと疑ってますからね。じゃあ本気で歌ってるとか。じゃあ加藤さんが本物のアーティストっていう証拠を見せましょう。おお、見せてください。加藤さん、まあ、もちろん CD もたくさん出されてますけども、ね、なんと写真集出してますから。写真集それいる。写真集出すって本物でしょこれ。ネタでね、アイアンもカツオっていう。もう誰が得すんねんって。すごいな、すごい。いやこれはもうネタですよ、うん、すごい。写真集、はい、バッチリ書いてます、写真集。うまいよ。まあこの界隈だけちょっとふわっと盛り上がったな。ふわっとぐらいですね。 CD も、CD も付いてるんですね。 CD もついてるんですね。まあ、CD 聴きながら見てくださいっていう、そうページをね、何ページはこの曲っていうね、うん、逆に怪しなったわ。いや怪しなった。確かにこれ出した赤やつ。ちょっと持って帰って。ブックオフに売りに行って。もう大好き、売りに行こう。2円にはなるんじゃない。将来めっちゃプレミア作ったら。ちゃんとしっかりページありますよ。そうすごい。ちゃんと稼いでるから、見てこのページ稼いでるから。でも写真集出してるね、売れへんかったら意味ないから、経営的に悪かった。これ完売したんですもんね。まあ一応ね、うん、まあ、はい、だからもうむちゃくちゃ人気ある、ね、なるほど、すごいな、うん、まあ完売ってこう、まあ、10冊でも完売って言いますからね。はい、何冊作ってた。完売したんです。何冊とは言わないけど、はい、何冊とは言わない、完売しましたね。はい、はい、まあ、ともね、さっき言った怪奇タクシーがもう8月、はい、8月5日から、池袋ヒューマックスっていうね、ところから、うん、全国ロードショーということで、はいはい、ちょっとずつ広がってますか。あ、そうです、はい、他のテレビでは番宣で役者の方も出てましたわ。あ、そうですね、うん、まあ、杉浦太陽さんとか、あですね、あ黒谷友香さんとか、まあ、団長とかね、はい、出ていただいていますね。まあ、また行きます、はい、みんな、あ、うん、また、いや、全然あの招待しますんで。何、うん、え、招待、あ、席をご用意しとくんでっていう。あの、もし関西で あれば、まだちょっと日程が決まってなくて、もちろんもちろん行きます行きます、はい、絶対興味ないやん。いやいやいや、あります。YouTube で感想言いますので。ああ裏側言ってくださいね、ちゃんとね、はい。だから勝夫さんがもう気に、はい、まだまだね、映画もやられるということで、勝夫、はいはい、さんが気に入ってくれたらですね、映画も女優とか俳優にもなれる。お、なんで君入ってないの、さっきから。なんでさ、そうやね、その疑問は、うん、なんで君入ってないの。僕はプロデューサー。え、プロデューサーも加藤さんやろ。プロデューサー何人おってもいいよ。そうなの。プロデューサーってそういうことなの。怪奇タクシーの僕はエグゼクティブプロデューサー。あー、そうですね。おお、うん、それでいきましょう。いやいやいや、それでドバイ行きましょう。プロデューサーばっかりや。こういう映画とか大きいプロジェクトでプロデューサーばっかりやから、そう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 、プロデューサー3人とかいて、深夜プロデューサーいて、エグゼクティブプロデューサー、そうそう、もう言いたいだけ。そう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 、もうほんまにね、ほんまに言いたいだけ。あ、ほんまに言いたいだけ。俺は言いたいだけ。僕も何かの案件のプロエグゼクティブプロデューサーだったけど、ほんまに言いたかっただけ。そう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 、はい、みんなそれを言いたいだけ。あ、言いたいだけです。なるほど、まあまあまあ、プロデューサーでいいですよ、うん、それはもう。でも僕もプロデューサーやってもいいですか。ああ、もうぜひぜひ。じゃあ、僕もどんどんプロデューサー兼ボーカルで、わかりました。プロデューサーやる。プロデューサーやります。じゃあ、誰やる。あ、ちょっとね、話長くなりましたけども、はい、曲は和夫さんと長野さんが作ってもらおうとして、はいはい、もう一つ大事なの、歌詞がありますよね。作詞、作詞はなんと、みーちゃんがやります。おすごい、初めて。初めてですよ、すごい。だから秋元康の代わりに、あ、ユイの、はい、すげえ。いきなり作詞、初作詞がそんなプロの曲に書くということ。もうすごいっすね。すごいよ、ね、やったったりますよ。そして一切断れない。いや、でもなんかどんな歌詞書くんやろうって思うね。なんか
意外といい、なんか意外とって言ったら失礼やけど、なんか すごいいい世界観持ってはると思うから、はい、いやじゃないとこんな笑い声響かないですから、立ち合いすまで、はい、絶対響かんだろ、うそー、はい、いやー、はい、作詞作詞、一緒にしましょう、じゃあ一緒にしましょう、一人でやった方が一人になるから、あ、まあ、そうですね、すいません、はい、ただ、カツオさん、音楽になったらもう厳しいから、あもう一個音外しただけでもう、しばかれますね、しばまあそうですね、手は出ますね、こらこらダメだ、はい、すいません、昭和か、はい、もう、ね、昭和でしかないですよね、はい、もうすぐ組やってるんで、はい、まあ、終始優しい方なんでね、あーそうですね、うん、というわけでちょっと今回カツオさんの、はい、紹介ということでこれからもね、カツオと関わってもらおうと思ってますんで、ね、ありがとうございます、本物のプロですよ、ね、プロ中のプロです、どうしたらいいんだろう、うん、ということでもう逃げれないんで、はい、逃げれないでも歌詞書いて、ね、うん、早く作ってもらう、これもう、うん、ゆいちゃんが歌詞書いた瞬間にスタートですか、どっちがいいですかね、まあまあ僕は曲書いてからメロディー、うん、あーメロディー書いてから歌詞それに合わせてもらうのがいいのかな、どっちでもいいですけどね、歌詞があってなるほど、ね、それに自分が、あ、そっかそっか、うん、メロ線なのか視線なのかって、おー、なんかプロっぽい、うん、ちょっとプロっぽいやろちょっとミュージシャンっぽかった、あ、はい、よかった、よかった、アピールして、はい、ちょっと信じた、ちょっと信じたよ、ちょっと持ってきてよ何しとんの俺、ほんまネタの方持ってきて、CD 持ってきてよ、欲しがるんすよ俺、ほんま根っからの関西じゃない、そう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 、なんか爪痕を残して、うん、そうそうそう、大事じゃないですか、やっぱもう芸歴長いからちゃんとボケてくれますね、楽やわ、すごい、ゲストとしてすごい楽、いやいやいや、とんでもないです、うん、素晴らしい、はい、まあ、とりあえずだからカツオさんに曲作ってもらうか、ゆうちゃんの姿勢なのかちょっと分かんないですけど、はい、そこ持ち合わせして、うん、まあ、こんな曲でお願いしますっていう感じやって、曲ができたら、まあ、もちろん練習してもらって、うん、トッカースターとかな、なるほどね、まあ、ボイトレとかの様子もね、 YouTube は何でも動画できますから、うん、あ、ほんまや、うん、そういうところから含めてですね、お、曲作ってレコーディングして、うん、まあ、ライブして、うん、あ、 MV とミュージックビデオ撮ってライブしてという流れを今年中に始まります、あ、いいですね、すごっ、行こうぜドバイレッツドバイ、はい、レッツドバイ、金持ちドバイっていう印象がもうだいぶチープで す, す、ね、先輩チープです、行ってみたいんですよね俺、行ったことないんでね、あとは MV 撮影で別にカツオさんいらない、いらないそこで急に干されんねん急やなけど、別にプロデューサーいらないですか、ね、いや、まあ確かに、わかるわかる、ズームでね、あのドバイさんから休んで、まあ、修学旅行みたいにね、あの上にちょっとおったら嬉しいですね、いてくれて嬉しいです、はいはいはい、というわけでカツオさんがですね、はい、他にもいろんな面白い実は人生を歩んでおられて、はい、他にもちょっと話して生まれたい役に立つ話とかですね、うん、すごいいい話いっぱいあるんで、ありますかね、はい、引き続きですね、はい、ちょっとまた出てもらいながら、ああ、マジですか、カツオさんの役に立つお話とかね、はい、人生に活かせる話も聞いていきたいと思っております、うん、まあ、とりあえず今回はですね、音楽活動ほんまにスタートしますよという、ね、ネタじゃなくてほんまやったというね、うん、話ということでございます、はい、ではカツオさん今後よろしくお願いします、ありがとうございます、もちろんね、今までの神の T もしっかりやっていきますけども、そこにプラスアルファしてですね、新しい新プロジェクトもやっていきたいと思いますね、引き続き応援していただければと思います、ではまだの方はチャンネル登録と高評価ボタンで応援もよろしくお願いします、お願いします、ではではここまで見ていただきましてありがとうございました。